どうもさす、今回は個人的に2024年夏アニメ週間ランキング発表していきたいなと思います。対象作品は7月28日日曜日から8月3日土曜日までに放送されていて、私が視聴した作品となっております。個人的な感想なんで、ぜひ皆様のご意見もお聞かせくださいっていうところで、早速トップ10発表していきたいと思います。10位から6位まではささっと発表いたします。で、第10位、先輩は男の子5話っていうところで、まあ、さきちゃんの感情ですね、複雑やなと思いながら視聴していたんですけど、このさきちゃんはですね、特別っていう感情を、まあ、誰かに対して抱けないような体質なんですね。なんですけども、まあ、特別を抱きたいよっていうところで、誠に対して無理やり特別という感情を持とうとしていたんですよ。でも、無理やり持とうとしてるから、まあ、さきちゃんはですね、師匠って呼んでますけど、リュウジですね。リュウジの妹さんに、さきちゃんって、ほんまに誠のこと好きなんていう、まあ、見破られてしまいまして。で、今回第5話で、リュウジからさきちゃんに対して、ほんまに好きなんみたいな感じ感じで指摘が入りまして、まさきちゃんの方からまあ本音が打ち明けられたというところでございました。まあその中でですね、そのクジラとイルカの話っていうのがまあ非常に腑に落ちたなっていうところがあって、そのクジラとイルカの違いって何やと思いますかと。まあそのさきちゃんのお父さんはクジラを研究してるんで、やっぱそういうとこ詳しいんですよね。で、何が違いかっていうと大きさだけなんですっていうことをまさきちゃんからまあ発表されましたよと。でもさきちゃんの気持ちはまあイルカやけれども、まあリュウジの気持ち、誠に対しての気持ちはクジラですよねと、自分はクジラになりませんでしたねっていうところ、まあすごく腑に落ちる例え話だなっていうところで、まあ面白いなと思ったりもしましたし、さきちゃんって誰が見てでもこの気持ちって特別だって、そういう風に見られたいっていう気持ちがあるわけなんですけども、これ実際見られてるっていう話なんですね。それが誠からなんですよ。誠はリュウジとサキちゃんって付き合ってんちゃうかっていう、この二人って特別なんちゃうかって見られてるっていう、ほんまはサキちゃんは誠に対しての感情をそう見られてなかったにもかかわらず、その誠からリュウジとサキちゃんの関係が特別に見られてるっていうところも、まあ皮肉めいていて面白かったんじゃないかなと思いましたね。で、最後なんですけども、もう誠のこと好きになりませんみたいなさきちゃんから、誠に対して打ち明けるシーンありましたけれども、その際ですね、誠のウィッグをですね、さきちゃんいじってるみたいな描写あったんですけど、そのいじってるウィッグがですね、そのクジラの尻尾みたいになってるっていうところも、あ、よかったなと思った試合でございまして、第5話面白かったなと思った試合でございました。次、第9位。僕の妻は感情がない5話っていうところで、まあ、今回ですね、ミーナちゃんにオプションをつけようみたいなお話やったんですね。まあ、前回の第4話なんですけども、まあ、人助けをしまして、で、その助けた子からですね、そのミーナちゃんのオプションのカタログみたいなもらうわけですよ。まあ、オプションだけじゃないんですけどね。まあ、カタログもらいまして、でも、タクマは、なんか人助けって、ま、当然のようにする感じやから、なんかそんな高価なものもらえませんみたいな、やっぱそのミーナちゃんのオプションとかも高いわけですよ。で、そんなカタログはもらえないんで、まあ、お返ししますみたいな、まあ、気持ちだけでいいですわみたいな感じやったんですけど、ミーナちゃんはオプションつけたいんですねっていうところで、まあもらったものはまあ夫婦でこう財産とするわけでございまして、で財産っていうのはね、夫婦っていうのは分割されるわけでございますから、じゃあ俺半分もらうわっていうところで、なんかもうカタログバゴーンってあの真っ二つにするのもまあ面白かったんですけども、ミーナちゃんはやっぱオプションつけたいんですね。でこれなんでミーナちゃんオプションつけたいかっていうと、ミーナちゃんのためではないんですよ。これタクマのためにミーナちゃんってオプションつけたいんですよね。でこれどういうことかっていうと、まあ前回なんですけども、まあ寝てる最中ですね、ミーナちゃんがタクマを抱きしめるっていう描写があったんですけども、力加減わかんないんで、もうめっちゃ力強くね、抱きしめることによってタクマがちょっと痛がるみたいな描写もあったんですよ。で今回の第5話もほんま冒頭なんですけども、キスをするっていう描写があって、でそこも力加減わかんないんで、ミーナちゃんはね、力強くキスするんでタクマが痛がるっていう描写があったわけですよ。でそうなった時に、そのプニプニのボディを手に入れればタクマって痛がらないわけですよね。これを目的としてミーナちゃんっていうのはそのプニプニボディをまあ手に入れたいんだろうなって思うんですけど、でもタクマはそれを否定してるわけなんですよね。でもミーナちゃんってなんか頼んだんですよ。カタログでなんか頼んだ、これ何来るんやろなっていう、そこの楽しみね、次回あるかなというところで、そのミーナちゃんがもうどこまで行ってもタクマのために行動してるっていう、その純愛ですよね。素晴らしいなと思った次第です。ミーナちゃんね、多分束縛癖あるんで、そこら辺もちょっと可愛いなと思いながら視聴してる次第でございます。はい、次第8位、真夜中パンチ4話っていうところで、いやめちゃくちゃストレートな話やなと思いまして、まあ、ただそのストレートが良かったなと
思った次第ですね。で、この真ん中パンチって吸血鬼が登場するわけなんですよ。で、吸血鬼と人間ってやっぱ寿命って違うんですよね。で、そこを絡めたお話を今回したっていうところで、まあ良かったなって思うのは、その字幕とかで何年前ってね、出すんじゃなくて、そのキャラクターが身につけている服装だとか、まあ小物とかね、そういったところから、まあ時代背景が分かってくるっていう、そういうのは非常に素晴らしかったんじゃないかなと思ったりもしますし、まあ時代が流れていけばね、いろんなものって変わっていくんやと思いますけども、ふーちゃんの中でその気持ちっていうところは変わっていなかったっていう、まあそこもですね、ほんとドストレートなんですけども感動できるお話だったなと思いましたので、今回の第4話面白かったなと思った次第でございました。次まして第7位、物語シリーズオフ&モンスターシリーズなでこ泥その4っていうところで、このなでこ泥っていうのはなでこちゃんがまあ過去と向き合うお話だっていうところですね、もう結構見てればわかるお話ではあるんですけども、そこがですね、もうおののきちゃんからなでこちゃんに対してもう直接、言ったっていうところで、過去と向き合う時が来たみたいなこと、言っておりましたけども、まあそれを聞いてですね、あ、このなでこ泥もクライマックスなんだなと思った次第ですね。で、今回良かったなって思ったのは、今回ですね、こびなでこちゃんに今なでこちゃんが助けられるっていう展開があったかと思うんですね。まあ本屋行って、まあ本棚が倒れますよと。まあそこで、コビナネコちゃんが体を張って助けてくれるっていうシーンがあって、で、その時なんですけど、そのコビナネコちゃんから、なんか靴の描き方が甘いみたいな、指摘をもらったんですよね。で、その指摘をもらって、その今ナネコちゃんが、いや次はしっかり描くわっていう約束をしていくんですけど、このシーンがやっぱめちゃくちゃ良かったなっていう、ところがございましてですね、そのしっかり描くわっていうのは、まあその靴のこともそうなんですよね。服装に合ったちゃんとした靴を描くわっていうところも、そうなんですけど、次描くときはしっかりと中身を描くよっていうことを言ったんですね。で、その中身具体的に何かっていうと、憧れなんですよね。憧れを描きますよって言ったんですよ。これめちゃくちゃ素晴らしいなと思っていて、この憧れって表現しているのが、この今なでこちゃんが成長している証だなっていうところはすごく感じる次第で、嫉妬じゃないんですよ。嫉妬ではなく、憧れっていうところをちゃんと表現できている。ポジティブに自分の気持ちを表現できるようになっているっていうところが、すごく今なでこちゃんの成長を感じましたし、こびなでこちゃんと相対したからこその言葉なんだなっていうところは感じましたので、まあ、そこは非常に素晴らしいシーンだなと思った次第でございました。あとですね、こびなでこちゃんから靴をしっかりかけと指摘されて、ほんで、こびなでこちゃんとしっかりと向き合うことによって成長したなでこちゃんが描かれたっていうところあるんで、靴っていうことはやっぱ足元ですよね。要は、過去の自分と向き合う土台がしっかりできましたよっていうところの意味合いもあったんじゃないかなと思いますんで、そういった部分も非常に良かったなと思いますし、まあ、クライマックスに向けて、どん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 面白くなっているなと感じる次第でございました。はい、続きまして、第6位。異世界失格4話っていうところで、まあ、こちらはですね、個別で動画投稿させていただきましたので、そちら視聴していただければなと思う次第でございますけれども、その人間っていうのがどういう風に、ポジティブに未来を変えていけるのかっていう、そこがもうすごく色濃く描かれていたんじゃないかなと思いましたので、その部分が良かったなと思った次第でございました。っていうことで、以上までが第6位でございました。ここからトップ5発表してまいります。推しの子16話ということで、今回面白いなーって思ったのはですね、アカネですね。アカネが、負けヒロインになってしまったっていうところが個人的に面白かったなーと思った次第でございました。まあ、前回なんですけども、アクアのですね、トラウマが発動してしまいまして、まあ、体調が悪くなるという、そういった描写があったかと思います。で、監督の家に行きまして、まあ、アカネが、ま、看病するみたいな、ところがあり、まあ、アカネって考察する能力がもうすごいんで、そのアクアのその愛っていう、寝言からいろいろとこう考察していきましてですね。まあ、あの、考察の域は超えませんけれども、ちょっとアクアの真実に、ま、近づいてるというか、まあ、ほぼほぼ理解したみたいな、ところがあって、アクアの支えになると決めるアカネっていうところが描かれていた次第でございます。そんな中で、アクアもですね、結構アカネに心を開いているっていうところが、まあ、今回の第16話の冒頭で描かれていたんじゃないかなっていうところで、そのアクアって、子供の頃の演技をですね、誰にも見せたくないんですね。黒歴史っていうところがあるんでね、ずっと封印していたんです。アニメから
にも見せませんみたいな感じやったんですけど、アカネには見せたんですよね。っていうところから、あ、心を開いてるやんと、そういったところは読み解けるのかなと思ったりもしますし、まあ一番感じるのがですね、そのアクアの目的ですね。本当の目的を、まあちょっと隠しながらではあるんですけど、アカネに伝えていくんですよ。まあ自分がこう芸能界にいるのは、まあ誰かを殺すためなんや、みたいな。そうやったらどうするみたいな。まあそんな感じのことをですね、アカネに言うわけですよ。で、アカネがそれどういう風に返答したかっていうと、まあそんなんやったら一緒に殺してあげるわって言ったんですよ。この一言が、負けヒロイン確定ルートなんじゃないかなと、個人的には思った次第でございまして、まあ、ここまでね、こう、信頼っていうものを積み上げてきたんですけども、まあ、無に帰すまではいかないですけども、まあ、正ヒロインにはなれないなというところ、確定したかなと思った次第です。これなんでかっていうと、アクアって心の底から復讐したいわけではないと思うんですよね。まあ、それは前回見ていただければわかりますけども、その復讐したいっていう気持ちによってアクアって苦しめられてるわけなんですよ。で、この、苦しみから解放されるのって、まあ、二パターンあるのかなと思っていて、一点目は復讐を完遂するっていうことですよね。その目的の人物を炙り出しまして、そいつを殺すっていう。そうすれば、まあ、復讐心から解放されますよと。で、もう一個何かっていうと、復讐を諦めるっていうことやと思うんですよね。愛に固執していくんではなく、まあ、星のアクアとして、前に向かって進んでいくっていう、後ろにね、引っ張られるんではなく、過去に引っ張られるんではなく、未来に向かって、まあ、楽しいことをして、まあ、アクアとして生きていくっていうのが、まあ、二つ目のね、復讐から逃れる方法やと思うんですけど、アクアってどっちになりたいかっていうと、多分後者なんですよ。復讐はもうやめて、星のアクアとして自分の人生を生きていきたいと、楽しく人生生きていきたいっていう気持ちがあるんやけれども、その五郎が強すぎてね、五郎が強すぎて復讐っていうところにこう引き戻されているって、そこから逃げたいっていう気持ちって絶対アクアにはあるんですよね。だからトラウマっていうところで体調崩すわけなんですよ。なのにもかかわらず、アカネはなんて言ったかっていうと、一緒に復讐をしてあげるって言ったんですよ。これどういうことかっていうと、もう地獄に引きずり込まれるんですよね。地獄から抜け出させてくればしないわけですから、そうなったらその黒川茜はいつか切られるんじゃないかなっていうところをまあ感じている次第ですね。まあ切られるまではいかないかもわかんないけれども、まあ完全にアクアの心の中には入っていくことできないんじゃないかなと思った次第でございましたっていうところで、まあ今回の第16話で黒川茜の正ヒロインのルートは外れたんじゃないかなと思った次第でございました。あと個人的に気になったポイントは2点ございまして、まず1点目はですね、そのルビーが闇落ちしたっていう、あれは何やったんやろってところはすごくあってですね、まあルビーはお兄ちゃんのこと好きっていうのはですねあると思いますし、まあ同じ転生者っていうね、ところもありますから、まあそういった関係もあってですね、女に対しての警戒心があるっていうのはまあ理解できはするんですけども、あそこまで切れると思って、いやお兄ちゃんはそんなことしないみたいな、めっちゃ切れてたんで、そのルビーの闇落ちスイッチって何なんやろって、まあ、いつかルビー編あると思うんですよ。今回のお話、その舞台編に関しましてはもうずっと空気やと思うんですけど、ルビーに関しましてはね。でもいずれ絶対ルビー界ってくると思いますので、そのルビー界がやってきた時にその闇落ちの理由、どういうところに闇があんのかっていう、そこが描かれる日がすごく楽しみだなぁと思った次第でしたね。で、最後2点目お話しさせていただくんですけど、最後の最後のシーンですね、アクアが自分のこと僕って言ったんですよ。で、基本的に高校生アクアって自分のこと俺って言ってたんですよね。ずっと俺って言ってるんですけど、今回最後の最後は僕になったんですよ。なんで一人称変わったんやろなっていうところなんですけども、個人的に思ったのは、その役者魂に火がついたからなのかなとか、思ったりもしましたね。で、現状ですね、そのアクアの一人称が僕だった時期っていつかっていうと、愛が殺されるまでですね。愛が殺されるまでアクアっていうのは自分のこと僕って言ってたんですよ。これなんでかっていうと、五郎だからなんですね。五郎って自分のこと僕って言ってたんですよ。まあ、それがあって、アクアも自分のこと僕って言ってたんやと思うんですけども、まあ、その復讐心みたいなところに塗り固められましてですね、俺っていう、一人称に変わっていったのかなと思ったりもするんですが、その幼少期、要は演技をしていた頃のアクアに戻ったっていうところがあって、まあ最後今から舞台立ちますから演技をしていくっていう、感情演技していくっていうところで、僕っていう一人称に変化していったのかなというところは、感じた次第ですね。まあ監督の下で修行して、まあどんな風に感情演技をするのか、まあ次回からもうがっつり舞台やると思いますので、楽しみにしたいなと思った次第でございます。
狼と香辛料18話ということで、まあ、今回の18話何やったかっていうと、ロレンスがですね、オーテックをかき集めましたよと、ほんで競りが始まりましたよっていう、まあ、内容としてはそれくらいかなと思うんですけども、まあ、そんな中でも面白い要素をたくさん詰まっていたんじゃないかなと思った次第ですね。で、まず良かったなって思うのが、ロレンスがですね、マルクと友達になれたっていうね、そこがすごくいいなと思いましたね。まあ、ロレンスは、まあ、マルクに対して、まあ、結構絆みたいなものはあったかと思うんですけど、その絆って何かっていうと、商人としての絆なんですよね。で、その絆っていうのはやっぱ結局、損得感情があっての絆だと思うんですけども、マルクはロレンスに対して、まあ、商人としての関係性もありますけども、やっぱ友人っていう気持ちもあったわけなんですよ。なので、まあ、ちょっと無理してでも大手っ子かき集めてくれたみたいなね、今回描写ありましたけども、その友達っていう部分の感情を、まあ、マルクはロレンスに対して、まあ、直接ぶつけていきまして、でロレンスもハッとさせられるわけですよ。あ、友達やとは思ってなかったなっていうところで、気がついていって、しっかりとマルクとですね、商人以外の関係を持とうとしているっていうところは、まあ、単純に心に染みときたなと思ったポイントでしたね。あと興味深いなと思ったのは、これマルクのセリフですけれども、その行商人の呪いっていうところですね。ここもすごく面白かったなと思いました。行商人の呪いがあるからこそ、ホロの大切さを築けていなかったっていうことかなと私はね、理解したんですけど、これどういうことかっていうと、行商人ってほんまに欲しいものって、もう地平道を吐いてでも手に入れるわけですよ。地平道を吐いて手に入れたものって、まあ、それは大切にするじゃないですか。めちゃくちゃ苦労したんでね、めっちゃ苦労して手に入れたものって、まあ、大切にするっていうのは当然やと思うんですけど、ホロって、まあ、あの偶然手に入れただけなんですよね。要はラッキーなんですよ。ラッキーで手に入れたからこそ、大切っていう気持ちが今一つロレンスの中にはなかったんやなっていう、そこをですね、マルクに指摘されることによって、ロレンスに対しての大切っていう気持ちがしっかりと根付いたよと。だからこそ以前ホロに言われました、ワッチは主のなんなんじゃっていう言葉に対して、今だったら答えられるっていう大切っていう気持ちに気がつけたっていう部分も、まあ良かったなと思いますね。今更かいと思ったけどね。18話ですよ。18話まで来てようやくホロの大切さに気づ続けたんかいっていうところはあるんですけども、まあ、そのホロの大切を築いたロレンスが、まあ、実際和解した際にですね、どういう言葉をホロにかけていくのかっていうのはすごく興味深いなと思ってる次第でございますっていうところで、まあ、ここもね非常に良かったんですけど、特にいいなって思ったのはですね、そのロレンスとディアンですね、ここのシーンがすごく良かったなと思いまして、まあ、ディアンって誰かっていうと、錬金術師ですね。もっと簡単に言うと、ロレンスがですね、大鉄鋼の、取引をしに行った相手なわけでございますけれども、このディアンのもとにですね、そのロレンスが来る前に、誰かが大鉄鋼の取引をしに来てたんですね。で、ロレンスが思い浮かべたのって誰かっていうと、まあ、当然のごとくアマーティなわけなんですよ。アマーティ先に来たんちゃうかなと。で、アマーティに負けるわけにはいかないんで、ロレンスはですね、もう相場以上出すから、大鉄鋼を取引させてくれみたいなことをディアンに言っていくわけですね。まあ、ディアンはディアンで、まあ、あの、ロレンスさんに売りたいと思ってるんで、まあ、こっちでなんか言っときますわ、みたいな、形で、まあ、その場はですね、終わっていったんですけども、これ誰が来たんかって話なんですよ。ディアンの元に来たのは、ほんまにアマーティなんかっていう話なんですけど、まあ、アマーティじゃないんですね。で、誰来たかっていうと、ホロなんですよ。ホロが、まあ、ロレンスの前に、ディアンの元にやってきていたっていうことなんですよ。で、これ考えられる要素って結構あると思うんですよね。で、例えばの話を2つほど出させていただくんですけど、まず1点目ですね。で、今回、ロレンスがですね、ディアンの元を去る前なんですけども、一つ質問したんですよ。これ何かっていうと、人間と神がつがいになった話って今までありましたかみたいな。そういうのをディアンに聞いたんですね。で、ディアンが何を言ったかっていうと、たくさんあるよ、みたいなことをね、返答しまして。で、最後の最後にディアンがなんて言ったかと、ロレンスにね、なんて言ったかっていうと、頑張れって言ったんですよ。これどういうことかっていうと、ホローとロレンスの関係をディアンっていうのはまあ気づいていますよと。だからこそ、応援するという意味を込めて、ディアンは頑張れって言ったんじゃないかなっていうところがあるんで。で、関係性分かってるってことは、ディアンはホローに合ってるわけであって。じゃあ、ホロー来たんじゃないのという、考察ができるっていうことなんですよね。で、もう一個お話しさせていただくと、マルクからもですね、これ考察できるんじゃないかなと思うんですね。で、マルクから考察できる要素って二つあるかなと。
と思っていて、まず1点目なんですが、これ前回ですね、第17話でございます。ロレンスがですね、ディアンの元に向かう前にマルクが何言ってたかっていうと、娘っ子も大抵なことをするみたいなことを言ったんですよ。これ娘っ子って誰かっていうと、もうホロなんですよね。つまりこれどういうことかっていうと、おそらくホロっていうのはロレンスが来る前にマルクのとこやってきてて、でマルクがおそらくディアンのことを教えたと。で、ディアンの元にホロが来たんちゃうかなっていうところで、娘っ子も大胆なことをするという発言から、ホロがですね、ディアンの元行ったんじゃないかなっていうところが考察できるのかなと思いますし、これも前回やった気するんですけれども、マルクがですね、ロレンスに対して、主人公はお前だみたいなことを言ったんですよね。これどういうことかっていうと、物語において、ヒロインと結ばれるのって主人公なんですよね。つまりは、ホロと結ばれるのはロレンスですよって言ってるんですよ。じゃあこれさらにどういうことかっていうと、ホロっていうのはロレンスのために動いてるんですよと。だから主人公であるお前はもっと頑張るよみたいな意味合いがあったんじゃないかなって思ったんで、先ほどお話しした理由とも合わせましてですけども、まあディアンの元に向かったのはホロなんだろうなっていう考察ができるんですよ。でも今お話しした理由、まあ3つお話しさせていただきましたけども、考察の域って出ないんですよね。多分ホロだろうなっていう、そういうところまでしか行けないんですけども、一点だけですね、もう確実にホロやんっていう描写があって、これめちゃくちゃわかりやすいんですけども、それ何かっていうと、白い羽ですね。もうこれでもうホロ確定演出っていうところがありまして、ホロはですね、その堅牢でバレたらダメなんで、いつもフード被ってると思うんですよ。で、そのフードの右側ですね、に羽ついてて、で、どんな羽がついてるかっていうと、茶色い羽が3本ついてるんですよ。それがホロが被ってる、まあフードなんですけども、今回第18話の最後ですよ。ホロがね、ファー言ってね、現れたかと思いますけども、どんな羽ついてたかっていうと、白い羽が左側に3つついてるんですよね。いつもと違うんですよ。ほんで、この白い羽ですね。まあ、最後、ホロのフードについてるっていうところでも登場しましたけども、違うところでも登場してるんですね。それどこかっていうと、ディアンの家なんですよ。ディアンの家でもですね、めっちゃ白い羽が映ってまして、まあ、床に散らばってるっていうのもありましたし、そもそもディアンですね、白い羽持って喋ってましたから、もうめちゃくちゃ印象付けるように、白い羽が映されていたかと思うんですね。交渉の時に。ほんで、最後のシーンで、ホロのフードに白い羽ついてますから、もうこんなんホロやみたいな、ホロでしかないやんっていうところで、ロレンスのために動いてくれているホロっていうのが、まあ、確定したんじゃないかなと思った次第ですし、まあ、これなんでホロがですね、白い羽つけてるかっていうと、まあ、ロレンスにアピールしたいんじゃないかなと思いますね。もうめちゃくちゃもう遠回りやけど、もうめちゃくちゃ遠回りにアピールしたい。私はあんたのこと思ってんねやぞと。じゃあお前はワッチのことどう思っとんねんみたいなね、そういうメッセージでの白い羽つけてんじゃないかなと思うんで、いやめちゃくちゃめんどくさい女ですけど、まあ可愛いなと思った次第でございました。まあおそらく次回ですね、アマティ編終わるんじゃないかなと思いますので、結末楽しみです。ニーヤオートマタ17話ということで、今回はですね、 A2 の記憶をポットが修復するという流れで A2 の過去が明らかになるという回だったかなと思います。で、内容としてなんですけども、第6話を補完するような内容だったのが、今回の17話だったなぁと思ってまして、じゃあ第6話って何やってたかっていうお話なんですけども、まあ地球にはですね、その地上レジスタンス部隊でしたかねっていうアンドロイドがいるんですけど、その中にリリーっていうやつがいるんですね。で、そのリリーが昔参加した作戦の、まあ、過去回想ですね、が第6話だったんですよ。で、そのリリーが過去に参加した作戦の中にいたアンドロイドの中に2号っていうやつがいまして、これまあ昔の夜派部隊のアンドロイドなんですけど、その2号が 2B に似てるわみたいな、そういうお話だったんですよね。で、その2号が A2 だったと確定したのが今回の17話だったわけでございます。まあこれはなんとなくというか、まあこういう予想の仕方ってあんま良くないんですけど、2号と A2 の声優さん、まあ諏訪さんですけど、が一緒やったから、あ、2号って A2 やみたいな、はまあなんとなく予想できてたんですけど、今回の17話でまあ確定したっていう形でしたね。まずなんですけど、今回の17話って、まあ2号を含めた夜派部隊が地球に墜落するっていうところから始まっていたと思うんですよね。で、目を覚ました2号がですね、まあ近くにいたアンドロイドに何を言ったかっていうと、おはようございますっ
って言ったんですよ。で、それに対して、夢じゃねえからなーみたいなことを言われるわけですけども、まあ今回の17話でもありましたし、まあその、補完している6話でもあるんですけども、アンドロイドって夢見ないんですよ。それはもうずっと言われていることではあったんですよね。っていうことを考えてくると、おはようございますって目を覚ましましたよと。で、夢じゃねえからなって言われる。まあ、墜落したっていうこともそうですし、まあ、目の前に広がっている地獄絵図なんかもそうなんですけど、全部現実ですよっていうのを突きつけるような、セリフになっていたのかなと思いますよね。で、17話の最後なんですけども、A2 がこう目を覚ました時に、ポットが何言ったかっていうと、おはようございますって言ったんですよね。これは冒頭の A2 のセリフと完全に重ねてきているとは思うんですけども、その記憶を修復する過程でですね、A2 はその過去のことを思い出していたと思うんですけども、その自分が見ていたものっていうのは夢ではないよと、全部現実なんだよっていうことを突きつけていくような、このおはようございますのセリフ合わせになっていたんじゃないかなと思いますし、やっぱその過去って辛いわけですよね。仲間が死んでいくわけですから。辛いっていうところもあって、水が顔に落ちまして涙のようになってるっていうような演出に繋がっていたんじゃないかなと思った次第でしたね。ただなんですけど、これまた6話とね、重ねていくんですが、6話の最後ですね。リリーがですね、この悲惨な現実ですね、仲間たちが作戦によって、まあ、死んでいたっていう現実を受け止めた結果、何を思ったかっていうと、絶対に忘れないって思ったんですよ。もう仲間と楽しく過ごしたこともそうやし、自分のことを助けてくれたこともそうなんだけれども、目の前で起こったことを全部忘れないでやるってことを誓うリリーっていうのがあって、で、それを聞いた 2B が何を言ったかっていうと、まあ、アンドロイドっていうのは夢も見ないし、まあ、魂もないですよと。ただ、記憶は本物ですよと。で、それがあるからこそ、今の自分を形成してるんだよっていうのを、2B はリリーに伝えていった。これを考えていくと、A2 の行動って、やっぱ悲しいなっていうところはありますですね。A2 も、まあ、言ってしまったらリリーと同じこと言ってて、忘れないって言ってるんですよね。でも何を忘れないかっていうと、憎しみの部分だけなんですよ。そこは忘れないっていうことを、誓ってる。で、A2 っていうのは今回まあ記憶壊れてるわけでございまして、これなんで壊れたかっていうと、まあ前回ですね、事故に巻き込まれまして、故障っていう形で記憶壊れてるんやと思うんですけども、自分で消してる部分もあるんですよ。これどこを自分で消したかっていうと、楽しかった思い出なんですよね。みんなで楽しく過ごしていた記憶は自らの手によって抹消して、で、復讐にまつわる部分の記憶だけは残していたっていう。リリーはもう全部残してたんですよ。楽しかろうが辛かろうが全部の記憶を残して背負って今の自分を生きてるんだけれども、 A2 っていうのは憎しみの部分だけの記憶だけ残してるっていう。楽しい記憶を残しておくと辛いから。これは 2B と一緒なんですね。 9S に対して思い出を入れすぎると辛くなっちゃうから、まあ、感情は持っちゃいけないっていうところを自分に言い聞かせて、 9S に特別な感情を抱かないようにしていたっていうね。 A2 も同じっていうところがあって、辛い思いをしてしまうから楽しい記憶だけは消していたっていう。ここのリリーと A2 で忘れないっていうことは同じなんだけれども、残してる記憶が違うっていうところも非常に面白かったんじゃないかなと感じましたね。ほんでさらにですね、その第6話の 2B のセリフ、過去があるからこそ今の自分が形成されているっていうところ、これを考えていくと、前回の第16話ですね、 2B が A2 に意思を託したんですけども、まあ、流れは逆になってるんですよね。 2B から A2 へっていう、まあ、変換したっていう形にはなってくるんですが、2B の思いを A2 が引き継ぐっていうところは自然な流れなんじゃないかなっていうところは改めて感じた次第でございました。で、あとですね、これ第7話になってくるんですけども、第7話でですね、その 2B と 9S が初めて A2 にやった際にですね、 9S が A2 に対してなんで裏切ったんですかって言ったんですよ。これどういうことかっていうと、 A2 って夜羽部隊を裏切ったやつやっていう認識になっているんですよ。だからなんで裏切ったんですかって A2 に聞いたんですね。で、その時に A2 が何言ったかっていうと、裏切ったのは司令部だろって言ったんですよ。で、その時はどういうことかようわからんかったんですけど、で、今回の第17話を見ることで、まあ、わかるっていうところで、まあ、もともとはですね、その作戦を遂行するために A2 たちは地球に行ってたんですけども、これ、作戦実行が目的ではなくてですね、データを取ることが目的だったんですね。だから別に A2 たちが助かろうがどうなろうが知ったこっちゃないっていう、データ取ればそれではいいわっていう、まあ、そのデータがあったからこそ 2B が生まれたっていうね、そういう経緯はあるんでしょうけれども、これ A2 側からすると、いや、裏切られましたよ、みたいな。おい、ただただお前実験
見台として送られただけなんかいっていうね、要はもう捨て駒にされてるわけですから、それは裏切られたっていうね気持ちになるよなっていうところで、裏切ったのは司令部だろっていうセリフの意味が明らかになったっていうところでも、まあ、今回良かったんじゃないかなと思った次第でございました。ほんで個人的に意味深やなって思ったのが、まあ、今回墜落した2号がですね、目隠し外してたんですよね。でそれを、いやお前目隠しせんかいみたいな、これ規律違反ですよみたいな、シーンがありまして、まあ、ちょっと迷ってで、目隠しするみたいなシーンがあったかと思うんですよね。個人的にあのシーンを見て思ったのが、目隠しをしたっていうのはもう目の前でもう悲惨な現実がね広がっているわけですから、現実から目を背けたいという意味があって、目隠しをしたんじゃないかなと思いました。で最後のシーンなんですけども、まあこの痛みだとかね、仲間を失う痛みだとか、そういったことは絶対忘れないって言った時はもう目隠ししてないんで、この現実を受け止めて、今後は前に進んでいくんだっていう、そういった意味合いの目隠しっていうのがねあったんじゃないかなと思ったりもしますし、この目隠し一つとっても、まあ個人的にはいいシーンだったなと思った次第でございましたっていうところで、まあ内容としましてはですね、ほんと第6話の補完っていう形でございますので、まあ被ってるシーンなんかもねあったかなとは思いますけれども、いろいろなセリフが重なり合いまして、まあ意味を持たせるという意味では第17話非常に面白かったなと思った次第でございました。魔導具師ダリアはうつむかない第5話ということでですね、いやめちゃくちゃ面白かったですね、第5話に関しましては。で第5話を見ていて強く思ったんですけど、この作品が放送中止にならなくて、いやほんま良かったなと思って、魔導具師ダリアはうつむかないですね、放送前に、まぁ、ちょっとどえらい事件がね、ございまして、まぁ、ワンチャン放送中止になるんちゃうかな、みたいな、言われていたんですけども、まぁ、無事、放送されているということで、いや、ほんま、第5話時点ですけど、いや、めっちゃおもろいんで、無事放送できている現状にですね、ほっとしている自分がいるんですが、まず今回ですね、まぁ、A パート、B パート分かれていたのかな、と思うんですけども、A パートはですね、ダリアと、ボルフレードが再会するという、お話でございました。で、ボルフレードっていうのはですね、まあ、断層したダリアが、まあ、助けてあげた人物、まあ、軍人なんですけども、まあ、ボルフレードはずっとダリアに、まあ、感謝を伝えたいと、そういった気持ちがあった中でずっと探してたんですね。ただ、まあ、ダリアで断層していましたから、まあ、なかなか見つからないだろうっていうね、ところはあったんですけども、やっぱボルフレードは軍人ですから、人を見分ける能力が高いんでしょうね。いろんな要素が重なってですね、なんか目線をそらすだとかね、目の色だとか、なんかいろいろとありましたけども、ダリアを見つけることができましたと。でその中にですね、匂いっていうところもあってね、ちょっと変態やなとか思いつつ、でも気になる女性の匂いってやっぱちょっと記憶に残るじゃないですか。いい匂いに感じるじゃないですか。まあ軍人やから余計っていうのもね、あるかもわかりませんけども、ちょっと匂いで好きな相手をちょっと判別してるっていうのは、ちょっと理解できるかなと思った次第ですね。まあ気持ち悪いんですけど。っていう感じで二人は再会いたしまして、一緒に食事をとることになるんですね。で、白ワインを飲みながらですね、会話をしていく。これがもうめちゃくちゃ良かったなと思っていて、まあ白ワインっていうのもそうですし、もうたびたび映っていたと思うんですけど、白いバラが映ってたんですよね。これどういうことかっていうと、二人の恋っていうのは始まったばっかりなんですよと。だからまだ二人の恋心っていうところは、まあ染まりきってませんよっていう、そういう意味合いがあったんじゃないかなと思いましたね。で、二人の会話の中で、次は赤ワインにしましょうみたいな、セリフもありましたから、まあ今後染まっていくんだろうなっていう、ところもありましたし、まあ実際に、あ、染まりつつあるなっていうところはありましたですね。まあ今回ね、なんか毎回出さなあかんっていうノルマあるんかなっていう思っちゃうんですけど、またトビアスが出てきたんですね。ゴミクズトビアスなんでございますけれども、トビアスがまたダリアの前に現れまして、でほんでエミリアですね、トビアスのまあ今の奥さんなんですけども、エミリアが謝罪しましてみたいな、流れがあった中で、ボルフレードが助けてくれましたよと。でお店を変えて飲み直していたと思うんですけど、その時飲んでいた飲み物の色っていうのがオレンジになっていたんですよね。白ワインからオレンジの飲み物になっていると。でしかも二人がもともと食事をしていたのって、まあ、屋外だったっていうところで、まあ、光が当たっている中で二人の関係性に変化が訪れたので、オレンジ色の飲み物に変わったんじゃないかなって思ったりもしますし、まあ、オレンジっていうのは暖色系の色っていうところもあって、まあ、赤色に近づいている色っていうところもあるかなと思いますので、今回の A パートだけでも二人の関係っていうのは進展しているっていうところがしっかり描かれていたんじゃないかなと思った次第でございました。あと A パートでですね、ボルフレード可愛いなと思ったし、
シーンがございまして、まあ再会しまして食事をしますよっていう時に、まあ最初ですね、そのダリアがこんなに美しい人やとは思いませんでしたみたいな、なんかその容姿を褒めるっていうセリフがあったんですよ。で、それ聞いてダリアがなんて答えたかっていうと、あ、最初の挨拶せなあかんのって大変ですよねみたいな、そんな感じのことを言ったんですね。で、この世界において、まあ貴族の男性は女性に対してですね、最初は褒めなあかんっていう、なんかそういうルールがあるらしいんですね。で、ダリアはほんまにその貴族のルールにのっとって褒めてくれたと感じて、ボルフレードに対して、まあ、返答していったんですけど、ボルフレード多分ほんまに思ったんですよ。ほんまにダイヤのことが、まあ、綺麗な人やと思って言ったんですけども、あ、貴族の挨拶だと捉えられてしまったっていう。で、そこでちょっとショック受けたんでしょうね。ボルフレードは少しうつむくっていう描写があったんで、まあ、そういう細かいところも良かったなと A パート思った次第でございます。ほんで、B パート。B パートはもう単純に感動するお話だったなっていうところで、 B パート何を描いたかっていうとですね、そのボルフレードとダリアが一緒にですね、なんかお店に行くっていうお話やったんですね。で、そのお店の店主さんですかね、がお父さんと知り合いでしたと、なんか高校生時代の同級生みたいな、なんかそんな感じやったかと思うんですけど、まあ長らく会えてませんでしたよと。ほんでこの店主さんなんですけど、いろんなですね、すごいものを発明してるんですが、その中でもダリアが言ってたのはですね、冷風装置ですね。まあエアコンですかね。これ作ったんすごいんやっていうことですね。ダリアお話ししてたかと思うんですけども、その冷風装置が作り上げられた経緯がですね、店主さんからお話しされたんですね。結論から言うと、ダリアのためだったんですね。そのダリアが住んでる、まあ緑の塔なんですけども、めちゃくちゃ暑いと。で、めちゃくちゃ暑かったら、ダリアの、まあ、体にちょっと異変が起こってると、それどうにかしてほしいから、冷たい風出るもん作ってくれませんかって、ダリアのお父さんから依頼があって作ったのが、冷風装置だったっていう。ほんで、その冷風装置を作ってくれたことにめちゃくちゃ感謝してるから、冷風装置の前でお酒をずっと飲んでいたっていうね。それをお父さんが亡くなってからダリアって知るわけですよ。ダリア的にも、まあ、自分のためにやってくれたっていうお父さんの思いは嬉しいし、で、店主さん的にも、ずっとダリアのお父さんが自分のことを思ってくれていたっていうのも嬉しいしっていうね、この失ってから気づくっていうね、そういうのってよくあることではあるんですけれども、まあ本当に B パートはドストレートに泣けるお話だったんじゃないかなっていうところで、 A パート B パートともに素敵なお話だったなと思った次第でございますし、あと B パートで言いますとですね、そのボルフレードが出かける際にメガネかけていたと思うんですね。まああれは変装っていう意味でメガネをかけていて、 あんま意味ないって言ってましたけどね、これもまたいいなと思っていて、今回からですねダリアメガネ外したんですよ。これですね、メガネ信者の皆様からすると何してくれとんねんっていう感じかもわかんないんですけども、私別にどっちでもいいんで、あ、メガネ外したと思いながらね、主張していたんですが、メガネを外したダリアの前にメガネをかけているボルフレードが接しているっていう。ほんでなんでダリアがメガネ外したかっていうと、まあ、前回ですね、そのギルドの長ですかね、あなたにメガネ必要ないですよって言われて、ダリアってメガネ外してるんですけども、まあ、いずれですね、ボルフレードもメガネが必要なくなって、二人で一緒に過ごせるような日々が訪れればいいなぁと思えるようなですね、このメガネをかけてるかかけてないかっていうところもですね、良かったんじゃないかなと思いました。いや、今回の第5話楽しく視聴できたと思います。負けヒロインが多すぎる4話っていうことで、この4話までがプロローグだと思うんですけれども、この1話から4話までのまとまりが非常に綺麗だったなっていうところを感じた次第でございました。まず、第4話の冒頭ですね、視聴者の 100% が分かっていたことではあるんですけども、こまりちゃんが振られるというところから、始まっていく次第でございました。で、まあ、部長とね、その副部長さんのなんか関係性なんかもね、まあ、尊いなと思いながら、ゲブっぽいなみたいなことですね、思いながら視聴していたんですけども、このこまりちゃんの中で非常に切ないなって思うのが、その今回の文芸部のですね、合宿の目的って何かっていうと、自分たちの作品を投稿するっていう、それが目的で今回合宿やってるんですよね。で、こまりちゃんはですね、前々から小説書いてたんですけども、今回ですね、そのこまりちゃんが書いていた小説の内容であったりタイトルが明らかになったんですけど、タイトルがですね、婚約破棄は高らかにっていう内容だったんですよ。これめっちゃ切ないなぁと思いまして。だから、こまりちゃんって、まあおそらくなんですけども、まあ無意識かですかね、その部長と副部長が、まあくっつくだろうなってのは分かってたと思うんですよ。なんですけど、自分はやっぱ部長と付き合いたいっていうことで、別れろやっていう、その気持ちも込めて、この婚約破棄や高らかにを書いていたんじゃないかなっていうのは感じるんで、まあすごく切ないですし、まあこまりちゃんのその気持ちっていうのも乗ってるしっていうところで、まあ、
素敵な小説なんじゃないかなと思った次第でございました。でそっからですね、そっからがまあ本編みたいなところあるかなと思うんですけども、やなみちゃんとぬくみずくんですね、ちょっと噂が流れるんですね。そのやなみちゃんがその幼馴染から、ぬくみずくんに、乗り換えたんじゃないかと。じゃあぬくみずくんって誰やねんみたいな、まあモブみたいなね、学生さんですから、ぬくみずくんってのはみんなに分かられてないわけですよ。っていうところでちょっと嫌な思いをすると。でそれが嫌なんですよね。ぬくみずくん的にその噂されるのが嫌っていう、ところもあって、まあやなみちゃんの評価もやっぱ下がっちゃうわけですから、まあそういったところもあって、まあ近づかないようにするっていう、避けるっていう。で、そこもやっぱやなみちゃん気づきますから、めっちゃ避けてるやんっていうところでね、極めつけになんですけども、そのやなみちゃんって、ぬくみずくんに借金返すために毎日毎日ね、お昼ご飯準備してるんですけど、その値段をですね、もう一気に釣り上げましてですね、借金チャラにするっていう、ところがあって、じゃあもう話しかけませんと、ぬくみずくんがそんなんやったらもうええわっていうところで、やなみちゃんが去っていくっていうね、展開があったかと思います。で、その後からですね、その後からがもうめちゃくちゃおもろかったっていうところで、そのぬくみずくんがですね、そのやなみちゃんを振りました幼馴染に呼び出されるっていうところがあって、で、まあ噂わー言うて流れてますから、やなみちゃんの関係性についてですね、その幼馴染がぬくみずくんに対して言及していくんですけども、そこにですね、やなみちゃんがわー言って現れるわけですよ。で、ここでやなみちゃんが現れてくれるっていうところがすごくいいなと思っていて、この情報を与えてくれたのってこまりちゃんなんですね。で、こまりちゃんが、ぬくみずくんがイケメンの不良に絡まれてるっていうところで、やなみちゃんに情報入ってくるんですけど、この時点でやなみちゃんはですね、あいつやんって、幼馴染やんって分かったと思うんですよ。そこで、そのやなみちゃんがぬくみずくんのところに駆けつける理由って、おそらく2つあると思っていて、1点目はですね、やっぱ自分の好きな人なんでね、今回吹っ切れてないって言ってましたけども、自分の好きな人がぬくみずくんになんか言ってると。これは幼馴染として自分が抑えなあかんっていうところで行くっていうのもあったかなって思いますし、もう一点は単純にぬくみずくんを助けたいっていう気持ちがあったと思うんですよね。で、あんだけ避けられていて、もう自分から縁切りますわって言われた相手であろうとも、駆けつけてくれるっていう、そのやなみちゃんの優しさみたいなところもですね、垣間見えるシーンっていうところで、まあすごくですね、良かったなと思うわけですよね。ただ駆けつけたらですね、とんでもない話をしているわけですよ。幼馴染はぬくみずくんに対して応援するわって言ってるし、でぬくみずくんはいやそんなんちゃうしって言ってるしっていうところで、でそこでこうバーンって割り込んでいくんですよね。でそこでまあ改めて幼馴染は応援してるわみたいなことを言ってくわけですよね。やなみちゃんに幸せになってほしいからって言うんですけど、まあ、それに対してそのぬくみずくんが言ったことってやっぱドストレートに素晴らしいですよね。いやお前が言うなやみたいな、お前がそんな人の気持ち決めつけないやみたいなことを言っていきますよと。でそこでやっぱ背中を押されたんでしょうね。やなみちゃんもですね、自分の気持ちをわー言ってこう幼馴染に言ってくわけですよ。いやめっちゃ好きやったと。でまあ勝手に好きでいるし、勝手に他の人好きになるしみたいなところで、気持ちをバーンってぶつけていく。ほんでそこはですね、まあなんやかんや言って収まったんですけども、まあその後ですね、ぬくみずくんとやなみちゃんがですね、学校の屋上へ行きましてですね、会話をしていくシーンになるわけでございます。でこの屋上でっていうところがやっぱすごくいいなと思っていて、まあ今回の第4話って終始ですね、第1話と重ねてるんですよね。いろんなシーンがね、重なってきてるっていうところがあるんですけども、そうすることによって、やっぱ最後のシーンがすごく映えていたなぁと思うわけでございます。そんな屋上でですね、ぬくみずくんとやなみちゃん何の話をしているかっていうと、そのぬくみずくんがですね、もう大切なことを伝えたいと、やなみちゃんに言うんですよね。で、やなみちゃんはこれ何言われるかって思ったかっていうと、告白なんちゃうか言って、ちょっと慌てるんですよ。で、この、慌てるやなみちゃんっていうのがすごくいいなと思っていて、今回ですね、やなみちゃんがモテているっていうことが明らかになったんですよね。まあそらそうやと思いますよ。あんだけね、ボイーンなものを持ってて、まあ顔も可愛いでしょうし、まあ性格も明るいわけじゃないですか。やなみちゃんって、ね、ぬくみずくんという陰キャにも優しく接してくれるやなみちゃんですから、そんなモテてるはずなんですよ。なんですけど、ぬくみずくんに告白されそうになった時にめっちゃ焦ってたってことは、多分告白されたことはないんやと。思うんですよね。モテてるんやけど、モテてるんやけども、もうあからさまに幼馴染のこと好き好きオーラ出てるから誰も言えなかったっていうところがあるんじゃないかなっていうところで、その告白はされたことがないっていうこの焦ってるやなみちゃん、怖いなと単純に思った次第ですね。でそんなやなみちゃんに対してぬくみずくんなんて言ったかっていうと、友達になってくださいって言ったんですね。でそれに被せるかのように、ごめんなさいと、友達としか思ってませんっていう、やなみちゃんはぬくみずくんのことを振ったんですよね。でこれがやっぱめちゃくちゃ素晴らしいっていうところで、この展開はですね、私全く想像してなかったんで、いや素晴らしいなぁと
思った次第ですね。で、まず、ぬくみずくんがやなみちゃんに友達になってくださいって、これ言ったのもすごくいいなぁと思っていてですね。第1話ですね、冒頭と最後にぬくみずくんのモノローグがあったと思うんですね。で、その時に何を言っていたかっていうと、涙にくれるヒロインを目の前にしたなら、俺がラノベの主人公なら、その時何を思うだろうかっていう、そういう内容のモノローグあったんですよね。で、これ1話、2話、3話ときまして、立て続けにですね、ヒロインが振られるのを見てるわけですよ。涙を流している姿を、ぬくみずくんは見てきたわけですよね。で、その経験をもとに、ぬくみずくんが何を思ったかっていうと、友達になりたいって思ったんですよ。これがぬくみずくんらしいなと思うんですよ。ラノベの主人公やったら多分友達になりたいとはならないと思うんですよね。正当な主人公であれば。でも、ぬくみずくんってモブみたいなキャラクターなわけですよ。そんなぬくみずくんがヒロインの涙を見て友達になりたいって思うのは至極真っ当だなというか、いや、めちゃくちゃ自然な流れだなって思えたんで、友達になりたいと告白をしていったのは、まあ第一話のぬくみずくん自身のモノログの返答としては、まあすごく妥当な答えだったんじゃないかなと思った次第ですね。で、さらにですね、そのやなみちゃんがぬくみずくんのことを振ったっていうのもめちゃくちゃいいなと思っていて、これ第一話なんですけども、振られたことがないからわからないっていう、気持ちがわからないって言っていたんですよ。やなみちゃんに対してね、ぬくみずくんは。そんなぬくみずくんは振られたわけなんで、今回やなみちゃんにね、まあ別に告ってないけど振られたんで、振られた人の気持ちがわかるようになったんですよ。ここで、まあ今まで1話2話3話でヒロイン3人とも振られてきましたけども、主人公も振られたっていう、要はみんな同じスタートラインに立てたっていうことなんですよね。負けヒロインを除いていたぬくみずくんがまた逆にですね、負けヒロインに覗かれる瞬間がやってきたというところで、あの振られる瞬間を見て、いや、めちゃくちゃ素晴らしいプロローグだなぁと、感じた次第でございました。この1話から4話までのまとまり素晴らしかったなぁと思いますね。で、内容的にもですね、めっちゃ良かったなって思うんですが、このぬくみずくんが振られますよと、で、さらに友達になりたいですよっていうところをですね、まあ演出面でもしっかりとあったなっていうところがございまして、まあ今回3つだけお話しさせていただくんですが、まず1点目ですね。これ第3話からの地続きの演出にはなってくるんですけど、蛇口ですね。ここもですね、その負けヒロインが4人揃うっていう演出あったなと思っていて、この第3話なんですけど、冒頭でですね、そのぬくみずくんとこまりちゃんがですね、水道水の話をしていたんですよね。どこの水道水が美味しいかとか、どこの水道水が穴場かみたいな、ところをお話ししていたんですけど、その時ですね、蛇口4つありまして、3つ下に下がってるっていう描写になってたんですよ。これっていうのは、ぬくみずくんを除いた3人のヒロインが負けヒロインになりますよっていうような示唆として、蛇口の演出だったんじゃないかなと思っていたんですね。で、今回もですね、また蛇口のシーンがあったんですよ。それいつかっていうと、やなみちゃんの幼馴染に、呼び出される時ですね。その時ですね、ぬくみずくんが、蛇口からですね、水道水を飲んでるっていう描写があったんですけども、その時は、ぬくみずくんが飲んでいる蛇口以外は下に下がってたんですよ。これはもう負けヒロインの意味やと思うんです。3人負けヒロインがいますよと、ぬくみずくんの周りには、いますよっていう描写やったと思うんですけども、ぬくみずくんですね、幼馴染に呼び出されましたから、水飲むのやめるんですね。で、その時に、蛇口を下げるっていう描写はないんですけども、音として、キュッっていう音が2回鳴ってるんですよね。で、これは、蛇口を閉めましたっていうののキュッっていう音と、蛇口を下にしましたっていうキュッっていう、この2段階の音なんじゃないかなっていうところで、ぬくみずくんが蛇口を下に下げたっていうことは、負けヒロイン4人目が登場する。まあ、別にぬくみずくんヒロインではないんですけども、まあ、振られる奴が4人揃うっていう意味合いの演出だったんじゃないかなっていうところで、まあ、個人的にはそこ良かったなぁと思った次第ですね。で、二つ目なんですけど、これ第一話からですね、登場していたんですが、その校舎の影にお花が咲いてるみたいなね、描写は結構多かったと思うんですよ。で、今回もですね、そのお花がね、映っていたかと思うんですが、やなみちゃんとですね、ぬくみずくんの関係性が険悪になってたんで、雨降るっていう描写があったんですね。で、その後ですね、雨が晴れた後に、またそのお花が映るっていう描写があったんですけど、そのお花の花びらからですね、4滴雫が垂れそうになってるっていう描写があったんですよ。これも、
振られるやつが4人揃うっていう描写だったんじゃないかなと。まあ涙を流すやつが4人揃うっていうことですかね。そういう意味合いの描写やったんじゃないかなと思うので、まあそこからもですね、ぬくみずくんが振られ負けるやつが4人揃うっていうような示唆あったんじゃないかなと思った次第でございました。ほんで最後3点目なんですけど、これは振られるという描写というよりかはですね、友達になるというような描写の意味合いの演出だったんじゃないかなと思っていてですね、今回ぬくみずくんのモノローグなんですけど、あ、色恋沙汰に見えてるんやと、そんなんじゃなくて俺はっていうシーンがあったんですね。で、その時に何が映ってたかっていうと、トイレのマークですね、あの男子と女子のマークありますけれども、あれが映った後に、ゴミ箱が映ったんですね。で、ここが友達になりますよっていう意味だったんじゃないかなと、まあ恋人ではなくね、友達になりますよっていう意味合いの演出だったんじゃないかなって個人的には思いまして、まずトイレって男女映ってるわけですから、男女の関係っていう意味合いが取れると思うんですよ。でもそんなんじゃなくて俺はって言ってるから恋人ではないんですよね。じゃあ何なのっていうと、ゴミ箱が映ってて、でそのゴミ箱っていうのが、ペットボトルのゴミ箱と、缶のゴミ箱が映ってたんですよね。でこれ缶とペットボトルでまあ分別してるっていうところがあるので、一応違いはありますよと。で男女のトイレが映った後にこの違いがありますよのゴミ箱が映ってるんで、一応男女っていう違いはあるんじゃないかなと。でもゴミというところでは同じになってくるんで、同じっていうことは対等な関係であって、じゃあ対等の関係で言うと恋人じゃないんだったら何か友達だっていうところで、ぬくみずくんがやなみちゃんと友達になりたいっていう気持ちがあるっていう、そういう見せ方だったんじゃないかなと思った次第でございましたっていうところで、もう内容自体もほんまに面白かったんですけども、それを支える演出面っていうところもまあすごく見応えあったなっていうところで、いや第4話めちゃくちゃ面白かったなと思った次第でございましたっていうことで、以上で感想を終わりたいなと思います。ぜひ皆様の感想もコメント欄で教えてください。チャンネル登録する方がお任せするんですけど、おそらくどっかにあると思うんで、あと1本ぐらい視聴していただくと幸いです。ハッピーな君の届けだ。